してわっしょい。盛りだくさん、後半のゲストものです。まずはこちらをお聞きください。スタジオへ吸い込まれるような歌声でしたね。さあ今日のゲストはジャズシンガーソングライターのエミーさんです。よろしくお願いします。さあありがとうには初出演なんですけれども。そうなんですよ。 TBK 自体にはエミーさんご出演に初めてです。そうですか。初めてっていうことなんで、今回の歌はあの港の見える丘公園をイメージして作った曲なんですね。なるほど、はい、いかがですか生放送。このブッフェが併設されているこの環境で歌うというのは美味しそうな香りがそうなんです。ここもう漂ってて、ね、また皆さんが温かい目で見守ってくれくださり、すごく歌いやすかったです。ありがとうございます。エイミーさんなんですが普段横浜のジャズバーの、はい、でもで、ね、先ほどのような戦いを披露されてと、ね、いうことなんですね、はい、そうなんですか。具体的には横浜というとどこら辺のジャズバーで。ですね、館内だとトライベッカとか。館内トライベッカ、はい、もう本当にすぐすぐそこです。この近く、あと新横浜とか横浜、あとファーラウトとかバーバーさんとか、
じゃあありがとう。生放送のこのスタジオは初めてだけれども、この辺はもうまさにお庭のような、ね、毎日のようにじゃあこの辺も通ってらっしゃったり、ね、通ってます。そこのガソリンスタンドも行きましたそうですか、親近感な感じなんですけど、ね、さあそんなエイミーさん、今回はですね、はい、実はお一人の活動ではなくて、はい、そのお知らせではなく新しい表現のお知らせでいらっしゃったということで。そうなんですよ、実はですね、はい、8月の27日ですね、土曜日の夜、館内ホールで女性だけで作り上げるコンセプチュアルシアターを開催したいと思ってます。女性だけで作り上げるコンセプチュアルシアター、はい、具体的にはどのような。ですね、8人の全然違うジャンルの女性を集めてですね、はい、ある女性の一生を描いてみようということなんですね。で本当にそうですね、この世に命を授かってから世代ごとに分けて10年ずつ一人一人のアーティストが表現するんですけど、今画面に出てますカズミナジーハさんっていう方と一緒に考えて考案して。ちなみにエミさんはジャズシンガーでいらっしゃいますけれども、はい、皆様は他には全然違うんですよ。どのような方が。このナジーハさんはベリーダンサー。ベリーダンサー、はい、で、ミラサーマリさんはですねソプラノのシンガーなんですね。ソプラノシンガー、はい、どちらかというとクラシックの。そうなんですよ、はい、で、この田原ノエさんっていうのは皆さんの聞いてるあれと日本舞踊で馴染みがあると思うんですが、地唄舞と言いまして、もう本当に畳1畳あれば踊れるというような特創的な女性の強さをすごく感じる舞です。舞の方、はい、はい、で今隣にあるのが私ですね、はい、ジャズシンガー、はい、はい、ありがとうございます。でこの渡辺美希さんがバイオリニストです、うん、でこの隣のリアさんは、これはまたベリーダンサーとあとフュージョンとかいろんなこともやってらっしゃる方なんですけれど、もう 歌縛りでもないですね。違いますよ、楽器も入ってきましたからね。で今度はですね、はい、この三好由紀さん、彼女はですねバレエの方なんですよ。コンテプラリーダンサーで、幼少時代はフィギュアスケートもやってたという面白いキャリアの持ち主です、はい、で隣がですね美術家の栗原彩子さん。でこの方は今回映像で参加してくれるんですよ。ディレクターみたいな。いやもうあるそのそうですね10代ごと担当する一作品に出てくださってる。一人の一生を8人で描くということですけれども、じゃあ例えばエイミーさんはそのどの部分を。私はですねピンスポットでちょうど30代から40代の10代を、その10年間を30歳から40歳の10年間をエミさんのジャンルであるジャズシンガーというところを使っての表現というよりはオリジナルですね。オリジナルの曲を使って、もちろんジャズっぽいんですけれど、それとあと少し演技も兼ねて、アクトの方も入ってきて。そうですね、何がきっかけでこういうことをしようと思われたんですか。これはですねナジハさんと話をしてて、何かね女性の底力を感じるようなエネルギーのあるねものを作りたいね、オリジナル的なものっていうところからですね始まって、もう本当にカラフルな全然違う部類のジャンルの人が集まったらどうなるんだろうという、好奇心から始まりましたね。みんなの表現を持ち寄って一本一人の女性という人生主軸を持って新しい表現をということですか。見どころはですね、はい、この8人が最後にですね、はい、コラボするんですよ。でオリジナルの曲でコラボをして走馬灯を書くんですけれど、非常にもう万華鏡のような仕上がりに、各年代の人が一斉に会う映画みたいな展開になりますね。見てて今までこういったものを見たことがないので、うんうんうん、どんな風になるのか本当楽しみですね。嬉しいですね、ありがとうございます。ぜひ皆さんも体感していただきたいと思います。改めてご紹介しましょう、はい、こちらローズある女性の一生は8月27日土曜日に館内ホール内の小ホールで行われます。チケットは館内ホールチケットカウンター、電話045-662-1221、045-662-1221へお問い合わせください。はい。さあということでエミさん、じゃあご覧の皆様に最後に一言メッセージをお願いいたします。はい。ね、男性女性問わず老若男女皆さん、女性のエネルギーを感じてください。一緒に夏の夜をね楽しみましょう。会場で待ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。本日のゲストものエイミーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ここで訂正があります。今ご紹介しましたローズある女性の一生なんですが、こちらの、チケットカウンターの電話番
方がテロップの方が間違っていました。正しくは館内ホールチケットカウンター電話 045-662-1221 045-662-1221 です。失礼いたしました。さあ続いては